はい、岐阜市の M 様邸の、雨漏り防止工事です。これはALC という、まあ、ヘーベルとも言うんですが、ALC の壁材の、ジョイントがですね、ひび割れしてますんで、ひび割れをなくすために、これはプライマーを塗ってあるんですが、その上にこのコーキングをですね、まあ、シーリングをして雨漏りを防止するという工事を今しております。まあ、こうやってテープを貼ってですね、こういうようにジョイント材を全部隠していくんですけど、やっぱりそのこういう隙間とかですね、こういう水切りの隙間とかでこういうひびがあるとどうしても水が入ったりするんで、あとこの窓周りですね、窓周りからも水が入っちゃうんで、まあ、こういったようにコーキングをこう打ちまして、この下にはプライマー塗ってありますんで、接着はもうバッチリなんですけども、このように一回打ってですね、あとは、スポンジというかヘラでですね、撫でていくという工程になっていきます。はい、このようにですね、こう撫でて、最後にこのシールを取っていくという流れになってます。